オトマートは、イタリアのオートメラーラ社とフランスのマトラ社によって開発された対艦ミサイル。名称は、アタメララとマトラのアクロニムである。現在では、まだ社によって製造されている。1990年時点での単価は、フランス版で523,900ドル、イタリア版で514,800ドルであった。オートメラーラ社とマトラ社のプライベートベンチャーとして、 まず1967年より研究が着手され、1969年より本格的な開発が開始された。誘導試車は1972年2月より開始され、オトマートマーク1は1976年に収益した。また、1973年5月からは改良型のオトマートマーク2の開発も開始されており、1974年1月より、 試験に入った。また、超音速化したオートマックの開発も計画されていたが、これは1992年に断念された。2015年現在最新のオートマートマーク2ブロック4は2006年に試射に成功、イタリア海軍では2007年に装備化されている。設計面では、マトラ社がイギリスのホーカーシドレー社と共同開発したマーテルの発展型にあたる。 エンジンとして、マーテルでは固体燃料ロケットが搭載されていたのに対し、本機ではサステナーをチュルボメカトゥルモを元にしたアルビゾンターボジェットエンジンに変更した。初期型であるオトマートマーク1はファイアフォーゲットの対艦ミサイルであり、中間工程では完成誘導、終末工程では X バンドレーダーによるアクティブレーダーホーミング誘導となっている。 一方、オトマートマーク2は、中介管性誘導に、目標情報の更新機能を付与するとともに、翼を折りたたみ式にすることで発射灯もコンパクトになっており、オトマートマーク1なら一発分であったスペースに二発を搭載することができる。オトマートマーク2には、目標情報の送受信方式の違いから、フランスのエラトとイタリアのテセオの2種類があるが、エラトを採用しているのは、 サウジアラビア海軍のみである。オトマートマーク2ブロック4では、中間誘導に GPS を選択可能として、対地攻撃にも対応した。また電子防護能力の強化や攻撃プロファイルの、整地化能力の確保、溶撃回避機動の導入が図られている。イタリア海軍、フランス海軍、リビア海軍、サウジアラビア海軍、バングラデシュ海軍、マレーシア海軍、 エジプト海軍、ケニア海軍、ナイジェリア海軍、ベネズエラ海軍、ペルー海軍。ありがとうございます。